絶妙さあ、スタートです。ちょっと最初はこれさ、CM だと思ってさ、15秒くらい見ちゃったんだよね。まあ、まあ、実際これ CM なんだけど、アニメの中の。で、まさかこれがアニメ本編だとは。 このアニメのさ、なんか DVD とかのあれかと思ったのよ。いや、これ、なんかさ、ポカリとかスポンサーついてくれればいいのに、今の。うん。おう、<laughs> ナイスキャッチ。いや、超ハワハワしてる。あー、それであれか。来たくなったんだ。そしてあの謎のぬいぐるみ。うん。 ああで、この学校にも行くんだね。セイーラー服が着たいがゆえに。いや、この、着き方かわいい <laughs>、うん。また足があれだ。前回の爪切りという。うん。いや、けどこれがなまた、まさかのみんなブレザーになってて。でここら辺あれだよね。 柔軟に対応してくれてよかったよね、学校が。この子も出てきたりすんのかなこの福本美希ちゃんってこう、やたら出てくるけど。うん、いい人。また綺麗な学校だな。あ、えいっぱいいるじゃん、なんか。あ自己紹介で、 今のずっと喋ってたわけか。ああ、なるほどね。いや、で、今いたね。またあの、爪切りの子。いや、これさ、このアニメ、すごい丁寧に、なんか日常、日常を描いていく、日常系アニメなんだなっていうふうに捉られてたんだけど、まあ、それ以外にも、まあ、新たなジャンルじゃないけどさ、まあ、フェチアニメでもあるのかなと思うんだよね。まあ、一つ一つの所作で、 なんかそこをさ、すごい時間使って、他のアニメだったら去って済ますところさ、ずーっと見せてくれるじゃん。で、またそれがいいんだよね。いや、なんとも言えないようなさ、絵描き方で、ずっとぬるぬるというか、もう前回の制服見せた時も最初着て、あの映像もなんかね、普通のイラストと違ってさ、まあもともとそういう原作がね、作品っぽいんだけども、 にしてもだよ。いや、こういうアニメにまた出会えてよかったなって思える作品だったないや、これ結構あれだな女の子いっぱい出てくるんだよえあんだけいんのまさか。そういう感じいや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 、そのいっぱい出てくる女の子の数だけまた、いろんなフェチもありそうな気がするんだけど。<laughs> 楽しみでしかないわ。 さあ、来ましたよ。あ、まあ、さっきの続きだ。また明日。うん。いや、めっちゃ睨まれてる。<laughs> 寝てる子もいるし。うん。<laughs> もう、とか言われちゃったよ、先生。<laughs> それでもまだ言うのね。え一発芸的な何すんだろう <laughs> しかもこの子に向かって。うん。えうわすごっえ、こっからまだ続くのいや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 、ああ、だよね、そうなるよね。あ <laughs> 絶妙 <laughs> うまい具合に。おうん。え これはいきなりやったところで。で先生笑ってくれてよかったけど。まあ、こんなん凍りつくわな、教室。<laughs> 逆にね。うん、だったらさっきの時笑ってくれ。あの子気になる俺、そして、ちょっとちっちゃい白い子。うん。 <laughs> そこに目がいっちゃったと。あ、来たさっきの。わしおひとみ。うん、シンプル。わ <laughs>、まあ、けでこういうのだよね、普通。なんだ今の子。わしさんのことをニコって見てたけど。わあ、こんだけあれかな みんなモブじゃなく出てくんのかな覚えられる自信ね。いや、けどあの子は覚えたい。うん、昔は、ええー、一人だったのうん。いやー、けどこの元気な感じだからこそ、ああやって楽しく過ごせたんだろうな。 いや、けど楽しいんじゃない今この大人数が。アケビちゃんは。かわいい。今の見せ方、ポーズ。今懐かしい。え何津波え揺れた嘘 自信ごめんね、ちょっと、あれだけ。ああこの子いや、ちょっといろいろ、ね、大渋滞しちゃってる。え、大丈夫かな見てる皆さん大丈夫だといいけど。いや、もうこんな時に、なんなんだよ。しかもこれずっと出るんじゃないいや、しょうがないけどさ。え、大丈夫うん。ははは なくなっちゃっちたの、ね、うんうわーまたこういう動きとか丁寧に描いて嬉しいんだやっぱりいやーてかマジで平気これもうちょっと申し訳ないけどこっち集中しますねああ何曇っちゃったのいや本当に 細かいよね、描くところが。わかるよ俺もメガネだから。コンタクトとか持ってないからさ。<laughs> で、なっちゃうのね、また。<laughs> ああ、ハンカチ優しいな、アケビちゃん。かわい,い、この今の。ねえ、もうこれ、いちいちあれだな。 スクショしたいようなあれがあるね、いっぱい。<laughs> しょうがない、しょうがない。もう言わなきゃわかんないから。どんまい、どんまい。や、もう逆に言わない方がいいよ。へーしめてたのかい。いや、ファーじゃなくて。あなたもね。うん。 あ自己紹介。友野さん。うーん。<laughs> 今のいいね、この。うーん。あー、で、隣の子も。なんだどうしたうん。えあー、美人だなーって思ったのか。 なんか結構活発そうなキャラだね、この子。<laughs> そこはまあやっぱ目立つわな。アイドル。いや、嬉しいね、それ。そこがあれじゃん。<laughs> ちょろい。私好み。あれなんでちょっとムすっとした表情してんの撮られちゃったみたいな うん。ここのね、ブレザーもね、いいよね。うん。いや、可愛い,い子ほんといっぱいいる。えあ、着せてくれんのうん。えはいいや、貸してって、貸せるもんなの <laughs> いや、それ全部脱がなきゃダメじゃん。<laughs> ねえ。いや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 。 そうね。冗談かなまあ、冗談言ってる感じにも見えないけど。うん。<laughs> いや、冗談だったかい。<laughs> うん。あだからあんま慣れてないのかもね。同年代の女の子との接し方が。<laughs> 変な虫扱い、払われちゃって。 なんかこういうとき先生寂しいよな、一人でご飯って。ああ、じゃあほんと頑張ったんだね。んああけいちゃんこう優秀なのね。いや、てかまた大丈夫これ。津波警報発表とか。うーん。いや、厳しそうだな。 1.2メートル結構じゃないうん。いや、もうちょっと集中できないんだけど、津波。<laughs> <laughs> はぁ、あ、量もあると。うん。<laughs> いや、超入ってくる。ああ、そうなの。 喜んでない <laughs>。変な虫だと思ってるから。う<ー>ん。<laughs> 対応が全然違う <laughs>。10時52分えうん。ああ流れてんの いやいや、そんな、見えないとわかんないとこ言われても、おう、知ってる子がいた。え、ああ、それはぜひ、見たい見たい。いやー見たいよ、やって。んうわ <laughs> いやいや、いきなりこんな、初日に煽ったりできるかなああ、なに、ーマインの一回これ。やばくないつまんあ、始まっちゃった。うん。さあ、どうなるかないやー、頑張れ。てか楽しみ。いや、吹かなくていいんじゃないうん。うん。 いやーまたなんか、いい笑顔見れそう。<laughs> ここピーンってなったね。<laughs> いい音。えうわあ。うわー、うわ出たこの神作が <laughs>。もうみんな見入ってるじゃん。<laughs> 今回のフェシズムシーンだね。<laughs> リクエストおかわり。<laughs> いやいや、あのメガネもここまで。で、ここの席異様に盛り上がってないいあるよね、最初の頃からいきなりさ、わーわー盛り上がるグループって。で、そこ以上に盛り上がれないグループはちょっと気まずいんだよな。いや、いいキャラしてる。まだちょっと名前が覚えきれてないけど。 うーん、こっちもです。ありがとうございます。むしろお代わりしたいくらいなんだけどね、リップのシーン。ああ、ちゃんとこういうとこ戻してね。いやーこういう生活に憧れてたんだろうな、セーラー服以外にも。ああ、ちゃんと歯磨きして。 で、またこの歯磨きシーンとかね、超凝って作ってほしいけどな。まあ、あの、化け物語とかでもあったじゃん。うーん。ああ。だから一人の時は、先生しかいないから。いやーうーん いや、なんか、ね、切ないね、これ。もう気をつきか、使わずに、みんなと遊べるんだね、今は。いや、ちょいちょいいい話も、ねー入ってくるね。あ、な、新人なんだ、先生も。うん。いやー、みんななんか面白そうだなー 何小松ちゃんを見ていってんのあ、お帰り誰かと一緒に帰るんだかなあ、来たあー、けど寮だから、そっか、一緒にはあれなのか。んなあ、また明日に もしかして。いやいや、最初の俺じゃん。冒頭の CM みたいじゃん。いや、テンション上がりすぎ。可愛いけど。可愛いいから許すけど。で、マジで映像やばいね。背景とかも。<laughs> 俺、狛犬になりたい。あんな撫でてもらえるなら。 あれで緊張してたのあんないろいろやって体柔らかいなとか。うん。いや、ちゃんと名前覚えて偉いわ。フルネームで。フルネームで覚えるってよっぽどだぜ。いや、すげえジャンプ力だけど。いや、この子の運動能力すごいよね。うーん。あの子なー え全部言えるのえー、だって自己紹介多分一回しかしてないよね。<laughs> どんな脳の作りだよ。もう俺一生無理だわ、これ。一回でこんな人数覚えんの。いやー、もうそのポーズ。 指のね、あれがいいよね、細かい。いや、このアニメやっぱいいじゃん、名作じゃん。ん、お父さんがいるのかな今の赤い車みたいなの。違うなことないか。あ、やっぱりあー、かおちゃん。 この子がまたかわいいんだよなあ、うん、あーでお疲れの様子で寝ちゃってるようんいや脱ぐ前にうん <laughs> お父さんかわいそう分かってるなお母さんまあ黄ばんじゃうしね白は <laughs> いやまたこの脱ぐしょさとか見れるんですかもしかしていやこういうところがいいよなこのアニメもう今んとこやってほしかったなうんもう切れていけてよかったねいろいろブレザーとかあったけど 問題が。ま、かおちゃんのおかげだな。もうスウェットになっちゃって。お父さん目覚めたら残念だよ。ああ、起きた。かおちゃん。うーん、もう。喋っただけでこっちがもだいそうだよ。かおちゃんは。またお風呂もしかして、あるの あ、お父さん起きた。うん、気づいてるよ、お母さん。<laughs> 何普段ずっといびきすんの。ああ、ええー、起きればいいのに。うーん。お父さん。 お父さんもちょっと萌えだな。うん,ん、言われたね。<laughs> ご機嫌。うんね、ねうーん。あー もう、君、ほんとに、かわいい。ああ、キサキさんね。新しくできたお友達だよな。うーん、連れてくんのかなああ、呼んで呼んで。絶対喜ぶし。いや、喜びよ、あの子は。 いや、そこはどうなんだろう <laughs> それはちょっとよくわからないけど、あの子にとって。うーん。妹のせいにしていいよってことなのかな <laughs> 今のいいな、この。<laughs> んえなんだあ、外何してんだ、うん いやー、いいね。やっぱ、田舎暮らしは。こんなちょっと外出て、こんな景色見れるなんて。俺もうこういうとこ住みたいわ、ほんとに。うん。いやー、映像だけじゃなく音楽も。 何話したんだろう。うん？なんだ。ああ制服姿見たいのかお父さん。え？六時。じゃあおーええー、もう <laughs> 見れないじゃんって言おうと思ったら。 だって歩いて学校行けるんだからそんな早くから起きてさ、来なくてもいいわけでしょもうこんなに愛されてるパパなかなかいないよあんな年頃の子に。ねえ。絶対起きてくれないから、わざわざパパのためにさ。いや、いいお父さんしてるんだろうな。<laughs> もうちょっと、そういう目線で見ちゃう年齢だったけど。 いやー、今回はいろんなね、また新しいキャラクターが登場してきて、またその子たちもね、個性的でさ、あのメガネ拭くところとかも良くてさ、見応えバッチリでしたね。で、ちょっとあの木キ,キさんと、木キ,キさんと、あの後ろにいた女の子とかがね、す、すでにちょっとなんかムッとしてたりとかするさ、この取り合う感じとかも良かったよね。ま、あとは他の班のね、メンツが気になるよね。 あの、白髪の優等生だって言われてたことがさ、もうちょっと今回、今もそうだけど、この津波とかのあれが出てんのがちょっとあれだわ。ちょっと集中力を欠いてしまった途中、いろいろ。申し訳ないです。まあけど本当に、まあ、人命の方が大事だからね、もう皆さんが本当無事であることの方が、そちらをちょっと祈っておりますけども。 僕本当アニメしか見てないんででここが揺れたけしないんだよなだからちょっと分かんないんだけどそんなおっきい地震があったのだってずっと出てるもんないやちょっとこの後さすがに調べてみようとは思うけどというわけでね今回第2話を見させていただいたんですけども、はい皆さん今週のエピソードや感想だったり僕のお願いしないコメントお待ちしております以上動画をぶつかおししましたババイバイ